今日はね、ロタビーチにね、行こうと思って、途中でエレベーションカフェっていうね、ところをね、友達に教えてもらったんで、来てみました。すごいですよ。景色がね、山の上にあるカフェなんですけど。やばくないですか？これね、ブランチをいただいて、リハビーチに向かいたいと思います。ということでね、ご飯食べ終わったんで、これからね、ピハビーチに向かいたいと思います。これ、トゥアタラの帽子買っちゃいました。では、ピハビーチまで。わっ。黒いな。ピハビーチです。すごいじゃん、いい感じ。風がすごいね、強い。波がすごいですね。黒い。なんかね、このね、ライオンロックにの上にね、登れるような階段を見つけたんでね、これから行きたいと思います。これより先はダメみたいですね。うわ、でも高いよ。ほら、はい、ここからね、キテキテフォールスってとこに行きます。なんかね、ここで靴の泥を取ってから行くみたいです。すごいジャングルの中みたい。
てるだけで気分がね、リフレッシュです。今ね、7分ぐらい歩いてきました。あと15分っていうさっきね、標識見たんですけど、どうなんですかね。実際ね、25分って書いてあったところが15分まででか、5分ぐらいできたんじゃないかなって思うんで、結構案外ね、早くできそうな感じがします。20分ぐらいですか、17分か、正確にはまあ18分ぐらいですけど、ようやくね、滝の音が聞こえてきました。多分これだと思います。暑い。今度はね、滝の上まで登ってきました。はい、ってことでね、帰ってきました。いやー、すごいリフレッシュしましたね。はい。